8月19日、朝顔観察18日目です。18日目になりまして、こちら。蜂をお引っ越しいたしました。前の蜂がそろそろ窮屈そうだったので、環境を変えてみましたが、果たして吉と出るか、凶と出るかは、今後のお楽しみな朝顔ちゃんとルコーソーくんでございます。元気な姿でやっております。本日も曲を歌いたいと思います。本日の曲は関取花でもしも僕に。もしも僕に子供ができたら、どんなことを伝えるだろう。期待してるよ、頑張れよ、そんなことをまず言わないだろう。一日三食飯食ってよく笑い、よく泣き遊べ、そして他人を褒められる人になれ。努力は大抵報われない、願いはそんなに叶わない。それでもどうか腐らずにでかい夢見て歩いてゆくんだよ。シャキッと背筋ピンとしろよ。